つもカフェに飲んでくる言葉はいいことがなくて聞かなきゃよかったっていいと思う耳塞ぎたくなる最近届いた噂話ウェディングドレスに身を包むきっと綺麗だろうな いいか悪いか複雑か答えは僕もわからない ごめんね 勝手に受け取ったよ 幸せのことづけ 10年後10年後
やめばまた忘れて、笑顔になれればいいな。